どうも、大ニュース。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回 iPhone 12ついに発表されましたので、買うべきかどうか、お話ししたいと思います。前半はですね、 iPhone 12、 12 mini のですね、新機能を、iPhone 11と比較しつつですね、しっかりとね、解説して、ゴールとしてはその iPhone 12に、また iPhone 11とかですね、まあ、10R とか8、7とか、まあ、それ以下使ってる方が、まあ、買い替えるべきかどうか、そちらをね、手助けにね、なればいいかと思っております。12 Pro と Pro Max についてはちょっと別の動画で解説しようと思いますので、もう少々お待ちください。こちらのチャンネルで Apple 製品をはじめとするリーク情報の、分かりやすい解説だったり、ガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしてますので、まあ、僕も含めてですね、皆さんと一緒に IT リテラシーを、高めていければと思っておりますので、チャンネル登録していただいてですね、最新情報をどんどん受け取っていただければと思います。私事なんですけども、2000人の方をですね、登録者突破いたしました。年内ね、5000人目指してちょっと突っ走りたいと思います。で、まず iPhone 12についてなんですけども、最初は iPhone 12のデザインが新しくなって登場しましたと。フラットのね、アルミニウム素材になりまして、側面のね、結構エッジとかが、滑らかな iPad Pro にね、もうかなり似たようなね、デザインになりました。前面とか、背面とかともにですね、アルミとガラスの本当に段差ないですね、フラットで、ミニマルなデザインになりましたね。もうこれ非常にね、かっこいいなと思いました。カラーについてはですね、5色展開になりまして、ブラック、ホワイト、プロダクトレッド、グリーンで、新色のブルーがですね、登場してます。ブルー結構ね、やっぱ個人的にかっこいいなと思いました。で、 iPhone 12の、ディスプレイの画面ですね、画面サイズっていうのは11と同じね、まあ、6.1 インチになってるんですけども、非常に変わったのがですね、薄さ、大きさと重さですね。 iPhone 11と、比べますと 11% 薄くなって、 15% 小さくなって、 16% 軽くなってると。どれぐらいね違うかっていうと、薄さが 8.3 ミリから 7.4 ミリ薄くなってます。1ミリぐらいも変わってるので、これぐらい変わるとね、結構違いをね、手に持った時に感じると思いますね。まあ縦とかね、もう横のサイズ感的にも小さくなってますし、まあ、重さがですね、194g から 162g になってますんで、 32g 軽くなってるんですよね。まあこれはね、かなりね、嬉しいかなっていうところですね。もう11ね、重かったので、これ持った時のね、違いを結構ね、体感できるんじゃないかと思います。さらに待望のですね、小型の12ミニも、登場しました。発表会の方ではですね、なんかその小さな銀色のブリーフケースからね、こう出してくるなんか細かい演出とかあったんですけども、予想通りですね、やっぱ iPhone SE 2よりも、まあ小さいサイズ感ですね、ありながらも、画面サイズは 5.4 インチという形で、大画面になりましたね。もうこれね、最高ですね。重さっていうのは 133g ということで、 iPhone 8とか SE 2よりも、もう軽いですね。これ 5G スマートフォンとしては、世界で一番小さくて薄くて、軽いスマートフォンっていうことになってますね。今性能とか一応中身に関しては全く iPhone 12と一緒ですね。唯一違うのがその画面とかサイズ感。ただね、心配な点はやっぱりね、ちょっとバッテリー持ちかなっていうところで、ミニがね、一応最大 Apple によりますと15時間のビデオ再生時間、12よりはまあ、2時間ほどちょっと短いですね。12の方が17時間のビデオ再生時間、まあ、短いっていうのはあるんですけども、iPhone 8とか SE 2よりは2時間多いですね。8とか SE 2はビデオ再生時間13時間になってます。2時間多いので、まあ、小さい割にはまあ一応意外と電池持つんだなっていう、まあ、ところではあるんですが、まあこれも結局ね、その使ってみないと分かんない部分も多いんで、まあ予約とかね、発売に関しても12 mini は12 Pro Max も同様なんですけども、まあ11月ですね、11月6日予約で11月13日発売なので、ここも一応待つ必要っていうのも、ちょっともどかしい感じはします。やっぱりね、こんだけ軽くなったっていう一番の要因はやっぱりその OLED ですね、有機 EL ディスプレイの搭載が大きいんじゃないかと。部分は LCD のいわゆる液晶ディスプレイだったんですよね。まあ画面に関してはコントラスト比っていうのが、まあ200万対1になっているので、例えばその一番明るい部分と一番画面のその暗い部分ですね、そこの差がどれぐらいあるのかっていうところなんですけども、どう変わるかっていうと、まあ表現の幅とかがやっぱり広がったりするので、写真とかね、動画とか、まあゲームとかでね、結構体感できるんじゃないかな。リアルのね、その黒色っていうのが有機 EL だと再現できるので、ダークモードとかね、これめちゃ綺麗にね、見えるんじゃないかなと。僕は普段ダークモード使ってるので、非常に目に優しいのでね、ダークモードおすすめです。文字とかね、写真とかも画素数ですね、まあピクセル数とかね、画面の中の茶色四角形でね、構成されてるんですけども、ピクセル数っていうのもその11のね、今、まあ、2倍あるので、まあ、よりやっぱね、見やすくなる。細かい情報とか見やすくなると思います。正直ね、こう見比べないとちょっとわかんないんじゃないかと思うんですけども、iPhone 12のね、そのガラスの耐久度っていうものが上がってまして、セラミックシールドと呼ぶんですけども、プロが言うには一応4倍のですね、改善がなされていると。例えばその、うっかり iPhone を落としても、割れずに済む可能性がまあ4倍あるっていうところですね。まあこれもちょっとやってみないとわかんないんですけどね。普通に割れそうだけど。防水性能とかも一応アップしてまして、IPX68 っていう意味ではまあ同じなんですけども、最大水深がまあ2メートル。
で最大30分間性能だったのが、内内推進が一応6メートルになってますね、12では。で、また今年のね、一番の目玉が 5G への対応ですね。ただ 5G にも実はね、2つありまして、サブ6とミリ波というものですね。サブ6はいわゆる 4G にちょっと毛が生えたみたいな、4.5G とか言われたりするんですけども、僕らが想像するような、例えばその2時間の映画を3秒とか5秒で、一瞬でダウンロードするみたいなやつはミリ波ですね。iPhone 12は一応サブ6は使えるんですけども、ミリ波に関しては、ちょっと今のところそのアメリカ国内のみの対応ということになってます。今後ね、日本とかでもまあちょっと使えるようになるかもしれないんですけども、とはいえまあ正直使える場所ほぼないに等しいので、あまり気にして必要はないかなっていうところですね。まあ 5G の周波数帯、バンドとか言ったりするんですけども、バンドへの対応とかは、今あるスマートフォンで一番多かったりとか、まあスマートデータモードっていうものもあって、例えばその 5G が必要ない時は LTE ですね、まあ自動的に切り替えて、まあ消費電力を抑えてくれるとか、逆にその 5G が必要な状況になれば、瞬時にこう 5G に切り替えるみたいな。時にその、まあ車のアクセルガーンって踏むようなみたいなことも、自動でね、5G するか 4G するかみたいなのも、やってくれると。また、A14 バイオニックチップ、まあ搭載もありますと。あと Air 4のね、まあ前回の動画でですね、詳しくはちょっと解説したんですけども、でも同様にですね、まあスマートフォンで初めて、5ナノメーターのチップがですね、最新のチップが搭載されてます。他のスマートフォンとかよりも最大で、例えば CPU が 50% 高速になったりとか、GPU に関しても 50%、まあ高速になると。やっぱり Apple Silicon のね、やっぱこちらの性能を見る限りですね、来月にやっぱ Apple Silicon 搭載の Mac っていうのね、まあ来ますので、これ見る限り結構ね、楽しみだなっていうところはあります。まあ性能についてもね、ベンチマークとか iPhone 12ね、ちょっと購入して実際に測ってね、実機で確認したいと思いますので、11とね、比較とかも、したいので、まあ、チャンネル登録ね、していただいてですね、最新情報を受け取れると思いますので、よろしくお願いします。気になるね、カメラ性能っていうのをね、カメラ性能を見る前に、非常にね、今回、面白いと思った、ワイヤレス充電に関するね、新機能について、ちょっと解説したいと思うんですけども、マグセーフというね、ものになります。例えばその、今のね、ワイヤレス充電とかだと、まあ、iPhone をね、例えばちゃんとこう、中央に置かないと、充電されなかったりとかですね、うわぁ、なんか朝起きて、うわ、充電されてないじゃん、みたいな、そういう問題がね、あったりしたんですけども、iPhone 12の方から、マグネットですね。まあ、磁石っていうものが、本体に内蔵されまして、要するに磁石でくっつけてですね、で、最大 15W で、ワイヤレス充電が、まあ、できるようになりました。これが果たしてワイヤレスと言えるのか、ちょっと微妙なところでもあるんですけども、iPhone 11ではね、例えばそのマグセーフですね。まあ、今回のタイプはもちろん使えないっていうのもあるし、11だと 7.5W までしかね、ワイヤレス充電できなかったので、まあ、使い勝手とかね、やっぱその充電スピードとかはやっぱ速くなってるってところですね。あとケースとかもですね、磁石でくっつけて装着できたりとか、こうカードを入れるそのレザーケースとかもね、切れたりするんですけども、これは別になんかいらないんじゃないかなと、個人的には思ったんですけども、ただやっぱそのいろんなね、使い方が広がるので、いいなと思ったところで、純正のね、ケースとかよりは、まあ、サードパーティー製ですよね。まあ、他社がもう現在いろいろね、他のまあ、磁石でいろんなものをね、くっつけて使えるようなものが、もう実際出てきてますので、そういうアクセサリーとかね、ちょっとなんか新しいもの出てきそうなんで、期待したいかなっていうところですね。個人的にはこの iPhone とこの Apple Watch をね、一緒に充電できるマグセーフ、デュアル充電パッドっていうのがね、ああ、これめっちゃいいなと思いました。まあ、折りたたんでね、結構そのミニマルに、持ち運んだりできそうなので、ただちょっとね、発売とかがこれについては書かれてないので、本当に出るのかなっていう、ちょっと幻にならない、大丈夫かな、エアパワーみたいにならないかなっていう、ちょっと不安はあるんですけども、ここは結構楽しみではあります。マグセーフもちょっと一緒に購入しますんで、これね、レビューとか気になる方はね、また、もうチャンネル登録して、お待ちください。実際のちょっとまあリアルに使ってみた、ね、使い勝手とか、レビューしたいと思うので、ということでお待ちかねの、カメラ性能です。いくつかね、ちょっと興味深いね、機能が出てきてるので、解説したいと思います。さっき言った、A14 バイオニックチップによってですね、例えばその人工知能、処理とか、機械学習とかね、まあそういったもの、80% 高速化されたりとか、新しいその画像処理のね、プロセッサーとかも乗ったりするので、念頭に置いててほしいんですけども、まあ基本デュアルカメラっていうのは、11と同じですと。超広角レンズですね。広い範囲を映せるレンズっていうのも、特に11とそんなに変わらないと。ただその下についてるその広角レンズっていうのね、新しくなりまして、F 値っていうものが 1.8 から 1.6 になってますね。で、カメラレンズも6枚から7枚になってると。この F 値っていうのはね、まあ何かっていう下がることでですね、まあより多くの光を、取り込めるようになります。なので、暗い場所ですね、まあ暗所での撮影性能っていうのが、まあ 27% アップ。要するに暗いところでの撮影が結構強くなったと。スマート HDR ですね。まあ、ハイダイナミックレンジなんですけども、これ。こちらが3になってですね。まあ、例えばその逆光ですね。まあ、逆光とかを、まあ、その機械学習とかですね、見て、その特定の部分、例えば白飛びしないように、まあ、うまくね、調整してくれたりとか、まあ、色のコントラストとかですね、白くなりすぎないように、黒くなりすぎないようにとか、そういう明るいところとか暗いところをですね、まあ、うまく調整してくれたり、するということですね。ナイトモードがね、やっぱ進化してて、超広角カメラでもね、超広角カメラ結構暗いところ弱かったんですけども、使えるようになったので、これちょっと使ってみたいなっていう。
感じですね。フロントカメラとかでもこのナイトモードが使えるようになったので、まあ暗いところで結構自撮りしたりとかいいんじゃないかなと思います。実際に出てた写真とか、これフラッシュなしでね、明るく撮れたりしてるみたいなんで、気になる動画性能についてもですね、暗い場所での撮影がね、F 値のやっぱ改善ということでかなり向上してるようで、まあ実際の映像がね、こう流されてたんですけども、結構やっぱ暗い場所とかでもですね、この色の、なんていうか、コントラストとか、こう綺麗に結構映せたりとか、ブレとかもね、少なかったりしますね。また、ドルビービジョン HDR もので、録画もできますので、やっぱリアルタイムでね、なんかどうやらこれ、それぞれの映像、まあね、60fps、まあコマ数、こう、なんか60枚の映像、写真とかを、まあ組み合わせて動画ってまあできてるんですけども、それぞれのそうリアルタイムで、それぞれの映像をドルビービジョンでこう、いい感じにこう、グレードアップしてくれるみたいな、まあなんかすごい技術ですね、これは。ただこれもね、まあ実際その11とかとちょっと比べてみないと、なんとも言えないっていうところではありますが、やっぱり暗闇とかその逆光の写真とかね、結構まあ弱かったので、11は。そこは結構改善されてるってところですね。ということで、ここまでが iPhone 12の新機能とかね、11とのちょっと比較でした。ここからですね、じゃあ iPhone 12を、じゃあ買うべきなのか、買い替えるべきなのか。そちらについてね、お話ししたいと思います。まず、iPhone XR 以前のね、モデルを持っている方ですね。まあ、例えば iPhone 8とか7とか、まあ、6S とかね、まあ、そこら辺、それ以下の iPhone 持ってる方、まあ、この辺使ってる方はね、ほんともう 100% ね、買える価値全然あると思いますね。どうしてかというと、当時やっぱ発売されてたもう価格と今 iPhone 12、まあ、一緒っていうのも、まあ、ありますし、バッテリー持ちとかね、まあ、かなりやっぱ改善されてるので、まあ、全然やっぱ違ったりします。あと、まあ、カメラとか、まあ、動画性能ももちろん、まあ、違いますし、まあ、画面とかもね、もう有機 EL になってるので、あれは結構ね、格段に違ってくるんじゃないかと思いますね。特にやっぱその小さいね、持ちやすい iPhone を求めてる方もね、結構多かったと思うんで、こういう意味でやっぱ12 mini とかね、めちゃめちゃその理想的なね、選択肢じゃないかと思いますね。はい。まあ個人的には僕はその12 mini を買う予定です。難しいのがやっぱその iPhone 11を今持ってるとか使ってる方ですね。まあまあ僕なんですけど、性能とか正直その日々使う面ですごい違いがあるかっていうと、正直ないと思います。僕もさっき言ったんです。iPhone 11 1年ぐらい発売してから使ってるんですけども、基本的に正直そんな不満はないんですけども、唯一あるのがね、やっぱその重さと横幅の大きさですね。持ちづらいっていうところ。iPhone 11とかやっぱ Android のね、スマートフォンとか僕も使ってるんですけども、やっぱそういうのに比べて横幅が結構ちょっと広めなんですよね。横幅とこの手でこう持った時のこの感じですね。これが結構横幅広いので、片手でこう使うには、やりづらいっていうのがあったりとかですね。画面サイズ、この 6.1 インチに対してやっぱ重いんですよ。重量が明らか。190g。スマホは当たり前ですけど、やっぱこう手に持ってね、使う場面っていうのが多いので、重いんで結構ストレスになるというか、そういう時は正直結構ありました。それに対してやっぱ iPhone 12の場合だと、画面サイズっていうのはもちろん同じなのに、まあ、32g 軽かったりとかね。まあ横幅とかもちょっと縮まったりするんで、そこが結構いいかなってところ。で、またその iPhone 11のですね、まあ、例えばそのメルカリとかで売れば、5万円ぐらいで売れるんですよ。ということで、まあ実質多分まあ3万とか2万とか、まあせいぜい4万円ぐらいで手に入るので、まあそれだったら、その重さのストレスから解放されるんなら、僕全然いいなって。僕はそういう意味ではありかなと思ってます。ただ逆にそういうなんか重さとか写真とかそういうのどうでもいいんで、特に問題感じてないなら、全然11で十分です。やっぱりその新しいね、フラットのデザインがやっぱいいなとか、そう思えば全然12いいと思うし、昨年とやっぱ大きく違うのはやっぱ画面かなっていうところで、画面としてはその12 Pro とかの上位のモデルと同じ有機 EL ディスプレイですね。結構お得感みたいなのはあるかなっていうところ。まあざっくりそのプロとの違いを言うと、やっぱ外観の質感ですね、とかだったり、基本的にはその望遠レンズが、まあ、ついてるかどうか。まあ、でも望遠レンズ、まあ、正直使わないんで、ただやっぱ写真とかね、動画性能とか、まあ、そっちにこだわりたいのであれば、やっぱプロがいいと思いますね。正直、12でもね、十分すぎる性能を、ついてます。まあ、なんでやっぱ、去年のね、アップグレードとかに比べると、まあ、もちろん 5G 対応だったりとか、有機 EL とかね、ミニとか出ましたんで、まあ、そこら辺がね、全然やっぱ違うかなっていうところで、なのでやっぱ iPhone 12ね、結構万人にかなりおすすめできるというか、弱点という弱点があんまないんですよね。ライトニングぐらいかな。うん、ここだけライトニングいらねえよって感じなんですけども、これはいろんなとこから聞こえてきますが、まあ来年にはね、消しされることをちょっと願ってます。ということで皆さんはね、もうどの iPhone ね、iPhone 12買いたいでしょうか、それとも買いたくない見送りかとかね、ちょっと理由とか含めてコメントいただければと思います。でまたこちらの動画が少しでも役に立ちましたらですね、グッドボタンだったりね、チャンネル登録、まあ通知ボタンもね、押していただければと思います。また iPhone 12 mini とかね、マグセーフも、購入してレビューしたいと思いますので、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。